いい天気ですね。でね、さっきちょっと思ったんですよ。あっちの山の方になんか家あるでしょ。あそこ行ってみたいなと。まあこの前ね、ちょっと行こうとしたらすっげえ坂で、これ歩きでは無理だと思って一回やめたんですけど、まあまあもうちょいでタイのプーケットも離れるんで、記念にあの辺登っとこうかなと思って山の方に行ってみたいと思います。今からね、エープムーブで歩いていきます。よし、エープムーブを起動していきます。で、昨日ね、ちょっとね、僕やらかしたんですよ、エープムーブで。僕ちょっとね、今中途半端な状態で2速レベル10があるんですけど、2速レベル10というか、レベル18とレベル10の靴が1速っていう状況なんですよ。で、エネルギーは4なんですね。で、鍵ってエネルギー3ごとに1つじゃないですか。なのに僕は昨日ね、エネルギー4を調子乗って全部歩いちゃったんですよ。だから鍵をちょっと無駄にした。まあ普通に考えたら3エネルギーを消費して1余らして、で次の日に持ち越してまた3溜まったら歩くの繰り返しの方が鍵を効率よくゲットできるんですが、ね、4っていう中途半端な数字を歩いてしまったんでちょっと損しました。っていうか、まあ靴を分けろやっていうね、声も聞こえてきそうな気がしますが、ちょっとね、なんかめんどくさくてそこはやってません。っていうかね、鍵をめちゃくちゃ手に入れたところで、僕は今卵を作る費用があんまないんですよね。だから無理して鍵を集めまくらんでも今はいいかなっていう感じではあります。まあゆっくりやっていきましょう。長期的に続くプロジェクトと信じてね、やっていきましょう。僕はもう投資感覚ではないので、ゲーム感覚なんで、本当にゆっくりゆっくり自分のペースで楽しんでいきたいなと思ってるだけなんで、焦ることもないですね。目的地はあっちの山奥っていうかね、ちょっと雲行きが怪しいな。雨が降る前兆の雲してるわ。もしかしたらいきなり土砂降りになるかもしれない。まあまあその時はね、走るしかないんですけどね。踊ってます踊ってます。で、まあこの辺は特にかもしれないんですけど、子供が少ないですね。まあパタヤもそうだったな。まあこういう観光地って子供が少ないんですよね。もうタイもね、やっぱり高齢化社会突入してるっぽいんで、やっぱりこれから大変なんだろうなと思うんですけど、でもタイっていうのはやっぱ観光立国、観光での収入がめちゃくちゃでかいじゃないですか。だからね、観光業だったらまあ年寄りでもまあできていくんで、その辺はいいんじゃないでしょうか。明るいんじゃないでしょうか、財政的には。で、まあ若者は若者でね、 IT とかいろんな業界で活躍すればいいだけで。でね、その辺に関して、まあ、日本もね、だから観光立国を目指さないとまずいよねっていう話もありますよね。お年寄りでもできるね、まあ、観光に関する仕事とかも普及させていかないとですね、まあ、普及させたり、もっともっとね、インバウンド呼び込まないと、もう自国だけでは難しいですもんね。生産性悪いし、ね、意欲的な若者っていうのもね、出てこないし、なかなかね。これはこっちか、こっちか。まあ教育もね、やっぱりおかしいと思うしね。だら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 22歳ぐらいまで学生気分を続けて、その後いきなり社会にポンって放り込まれるような、赤ん坊がマジで社会に放り込まれるような状態の環境じゃないですか、日本って。そんなんで起業しろとかね、できるわけねえじゃねえかって思うんですよ。もうそもそもそういうマインドは育たないですから、今の教育環境では。まあそういうところも変えていかないとねって思うけど、まあそんなすぐには変わらないでしょうね。だからちょっと日本って怖い、今後がね。観光でも目を伸ばせない、自国の生産性も極端に悪い、どうすんだってなりますけどね。で、今ここですよ、この心臓破りの坂っていうんですかね、これやばいよね。これわかるかな、映像でこの角度がわかるかな。マジでこれ足腰やばい。で、坂ってなんか登る方が大変ってイメージあるじゃないですか。だけどなんか降りる時も一緒ぐらいの体力使うらしいんですよ、っていう話を僕は聞きました、友達から。本当か嘘か分かりませんが。で、ちょっと GPS が悪いんでちょっと不安だな、この辺。赤になったら引き返した方がいいかも。やっぱりバイクは必要だよね。
免許取ったらな、レンタルできるんだけどな。やばい、もう息が上がってきた。この上の方から景色を見たらいい景色なんじゃない？まあまだこの辺じゃちょっとあれやけど、やばい、ここもバーベキューなんだ。ムー型かな、お店がありますね。マジでクマとか出ないよな。ヘビとかも怖いな。あ、ムー型だわ。値段が気になるね。まあホテルの近くに189バーツだいたい700ちょいぐらいで食べれるムー型あるんですよ。だから、ね、あんまり高いのはいらないんですけどね。みんなバイク通っていくけど、どこ行くんだろうな。なんかどっかに抜けれるんかな、これ。あと 1.41 エネルギーが 1.41。 こんな自然のとこいいよね。この辺も夜はバーになるんだね。いい感じ、南国チックで。てかこの先はちょっとあれだな、果てしないな。ちょっと一旦ストップ。なんかもっとあるのかと思ったけど、もうほんと森の中だね。ずっとこんな感じか。ニワトリがいるな、ニワトリが。よし、ちょっと下るか。あっちか、なんかあれなんだろうな、あれホテルか。いや、あれがちょっと気になったんですよ、なんか家みたいな。あれホテルなんだね。あー、へえ。こっちにも道があって、こっちからも人が来るんですけどね。何があるんだろう、ホテルかな。なんか海賊みたいなやつが撮ってた。279 27。あー、オッケー。ここは27 270バーツ。まあ1000円ぐらい。まあそれでも安いですけどね、1000円だったら。そういや、なんかプーケットって津波が来るんですよね、確かね。たまにか知らんけど、まあどっかで地震が起きた時とか。この上の方なら多分大丈夫なんじゃないかな。海沿いとかは結構やばそうやけどな。ずっと住むならやっぱこの山の方に住んだ方が良さそう。とか内陸。ということで今日のエープムーブは終了しました。今レベル18で 11.72 エープで、鍵は1個ですね。で今日レベルを19にします。もうここで上げちゃう。ちゃんとねリペアを忘れずに上げてレベル19にしました。 OK。 でもここでレアは止めかな。レベル20にはねしばらくしないと思います。とりあえずまあ19でぼちぼち歩きつつエープを貯めていって、どっかでまあ使うかなっていう感じですね。どうしよっかな、飯。さっきのムー型行ってもいいけどな。ちょっとその前に、ここに面白い、これジムなんかどうなんかようわからんのですけど、なんかね、屋外ジムみたいなのがあるんですよ。これ無料なんかよくわからんのですけど、これ、ジムの機械みたいな、全部これジム。こういう機械があるんですよ。これ多分有料っぽい気がするんですけどね。なんかこの辺にジムとか書いてあったんで、面白いですよね、屋外ジム。ということでもう一回坂を登って上のムー型に行くことにしました。で下のムー型、まあ、上下って言ってもあんまり通じないと思うんですが、この坂の上にあるムー型は5時でも開いてたんですよね。5時でもつか、さっきもう開いてたんですよね。で下のムー型、僕がいつも行くムー型は6時にならないと開かないんですよ。で今5時なんですよ。でちょっと腹減ったんで今から行きます。走れ。
これ毎日この坂を登ってたらいい運動になるね。死んだように寝てますね、この犬は。もうサラダあるわ。サラダいいね、サラダ。お好み型はめっちゃ種類が多いですね。もう野菜と多分牛、鶏、豚、めちゃくちゃ種類が豊富。タレもめちゃくちゃあった、豊富。野犬はさすがに触れんね。ちょっとでも危険を感じたらね、向こうが襲ってくると思うんで、野犬はね絶対ダメ、触ったらダメ。このね、なんか夕方の東南アジアってなんか良くて、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、この状態では、まあ、みんな仕事を終えてですね、仕事を終える人もいて、あと学生もですね、学校を終えて帰る人たちもいながら、まあ、今から屋台をオープンする人とかもね出てくるんですよね。でなんかその風景がね僕好きなんですよ。わかるかな、なんかこのローカル感というか。いやちょっと今ねうまく伝えられないけど、いいね。クレープみたいなやつを買ったんですよ。クレープ10バーツって40円か。タイのクレープ屋さんで買った簡易クレープ40円。うん、普通にうまい。40円にしてはいいねこれ。てな感じで今回の動画は以上です。また次の動画で。